はい、AO 推薦入試よくある質問最後です。10点目、 AO 推薦入試の種類は。はい、種類というかですね、 AO 推薦入試には名称がだいぶ分かれてあります。例えば AO 入試であれば、AC 入試であったりとか、フィット入試であったりとか、AO 入試というふうに言うのではなく別の名称で提示されている場合が結構あります。大学によって違います。で、推薦になりますと、指定校推薦、公募推薦で、あとは自己推薦とか、そういうふうに名称が変わってきます。とにかく何をお伝えしたいかと言いますと、大学ごとによっていろいろ名称方式違いますから、とにかくリサーチを早くですね、リサーチを早くしてください。これが本当に重要です。以上です。